中日高橋宏斗6敗目。試合後にベンチから動けず。なお今日の試合は自責点がつかない模様。一人ベンチで見てるやん。まあ悔しいやろな。宏斗君は何を思うのか。完封負けで交流戦入るよりはマシってちょっと辛いな。まあ3連敗すると思ってたからな。勝ち越せただけよしや。まあでも2つ勝てたしよくね。完封負け阻止した石川のタイムリーが収穫。お前らに分からんで結構。ビシエドに始まりビシエドに終わったな。火曜から DH 誰にするんやろな。鵜飼入れるかアキーノ呼ぶか。 DH アキーノ期待したい。おそらくここでダメなら最後やな。状況としては怪我を考慮して石川 DH が理想なんだけど。ヒロと1勝6敗はえぐいわ。